でしょうか、これは。ちょっと食べたいと思います。いただきます。なんか砂糖を最後にかけてた。うん、おいしい。なんかチーズが、チーズが多分ゴートチーズなんだけどフレッシュで、まずくない。おいしい。今です。あおはようございます。今日はもともとはモナコ公国に船が着く予定だったんですけれども、悪天候のために、航路変更して、どこへ来たかというと、ナポレオンが生まれた地ですね、アジャクシオっていう場所に来ています。コルシカ島っていう地中海に浮かぶフランスの国になります。ここはフランスです。ですごくこの広場、なんか市場みたいなのが広がってて面白いです。では今からナポレオンの生まれた家というところに行っていきたいと思います。港から歩いて10分以内のところに、ナポレオンの聖域があります。で、ここに来ました。これがナポレオンが生まれ育った10歳までいた家だそうです。黄色い壁のマンションです。では中に入りたいと思います。この教会は、アダクシオの教会なんですけれども、ここが、ナポレオンが洗礼を受けたと言われている教会です。ちょっと今日閉まってて日曜日なので中入ることができないんですけれども、すごくオレンジ色が映える、青い空に映える、すごく綺麗な教会です。はい。Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I'll be there. クリスマスフェスティバルがやっているので。クレープを食べたいと思います。すごい賑わってて楽しいです。カメラ持ってるとなんか笑顔で手振ってくれたりとかして、いい感じの Let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. はい、アジャクシオの街を観光してきて、ナポレオンの生まれ育った地なので、それにちなんだ特
ところが結構多かったんですけれども、クリスマスフェスとかもあって楽しんできました。で今日はもうこれからクルーズに戻って、ここが最終寄港地だったので、今日クルーズに乗ったら明日の朝早くにローマに着いて、でクルーズ降りてローマを2日間観光してから今度はセブに飛びます。はい、すごく綺麗な港で、後ろにここ山がすごいたくさんあってめっちゃ綺麗な自然豊かな島でした。バイバイ、早くしよう。このお部屋からのバルコニーからの眺めももう今日で最後になります。今回3回目のクルーズだったんですけれども、だんだんこうクルーズに慣れてきたというか、どういう風に動けばいいのかっていうのを掴めてきて、より楽しめるように効率よく、旅行ができるようになってきたかなというところであります。はい、楽しかった。やっぱクルーズ最高です。もうすぐ船が出発します。最後の寄港地ともお別れです。夕日がいい感じになってきました。